皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報を今日もよろしくお願いいたします。今日は3月の29日金曜日です。お題がこちら。年初から7176円。これは一体何かというと、ま、あちょうど期末だったので、3ヶ月分の上昇幅を測ってみたら、え、7000円も上げてたのと、改めてちょっとびっくりしたよという形でございます。また今日は要請つけて上昇していたので、まあ、ちょっとホットはしているんですけどもね。個別銘柄ではですね、2景金の採用が決まっています。ディスコとソシオネクストを見て、小林製薬小糸製作所住神 S ネット銀行も確認をさせていたぜひ最後までお付き合いくださいということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時で更新しております必ず毎営業日やっておりますのでぜひほぼ日日本株速報チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれでは早速今日の振り返りを見ていきましょうはいまず今日の3指数なんですが揃って上昇となりました3指数の中では日経平均株価が一番上昇率が低いですが 0.5%201 円の上昇とな ておりますトピックスが0.65%グロース250の反発力は一番強いということではありますが1.59%チャート上の変化はそこまでないかもしれませんが最後指数の売買戦略までしっかりと見ていきたいと思います日経均値上がり銘柄数が多くですね気温度が高いところが頑張ってはいるんですけども上昇率がそんなに高くはないかなっていう感じはしますかね業種別ランキング見てもですね海運ゴム製品のみが下げているだけということですから、まあ、全体的に結構買いが入っていたなという印象があり、まあ、これは 昨日何で下げたかも微妙でしたが、まあ、その反発という感じなんでしょうか投資主体別売買動向こ,これは昨日の引け後ですね先週分が発表になっておりますでこれを見る限りはですね海外投資家買い越してはいるんですけどもあれなんか金額がそんなに多くないなっていう感じがしたんですよね、えー、っていうのはですねこの週というのが日経金株価が5.63%も上昇した週ですから、まあ、かなり上昇してるはずなんですけどもそんなに入ってないし個人はめちゃくちゃ売ってるという週だったんですよね、まあこれは ちょっと受給イベント絡んでの話だったので、もしかしたらみたいなところはもしあるのかもしれませんけども。まあ、加えてですね、証券事故の買いが非常に強く、これはまあ証券会社が買ってたってことなんですけど、もしかしたら間接的にここに海外マネーが入ってるかもしれないというような報道見立てもあるので、まあ、この辺はまた分かり次第じっくり見ていきたいと思います。売買代金ランキングチェックしていきたいと思います。こちらは総合ランキングで、レーザーテックの、ね、下落率の大きさ、ちょっと気になりますね。個別でぜひ皆さんもチャートをご覧になっていってください。 ディスコの人気は結構高いですよね売買代金も高いですが単価も高いですからねこれ買ってるのはおそらく機関投資家だと思うんですけどもねあとまあ半導体関連がずらっと並ぶとかねのもありますし小林製薬なんかも気になるのでチャートを確認していきたいと思っていますグロース見ていきましょうこちらも相変わらずですが直近 IPO ばかりという感じですかね QPS 研究所も入っていますがっていう感じがしますであとはまあ情報戦略テクノロジーはめちゃくちゃ下がってるけどそりゃも上がってるなど、まあ、何をか 買うかっていうのは本当に難しいなっていうふうに相変わらず思いますねそれでは個別銘柄を見ていきますまずディスコからいきたいと思うんですが3.62%の上昇でまあ、ちょうど日経平均の銘柄入れ替えのタイミングだったということだと理解していますで個別で何か材料が出てると追加で出てるということはないんですがしっかりと高値を更新してきた感じになりましたねまた下の売買代金のグラフを見ていただきますと今日は特段多いですよねなんでまあこの 単価が高いからもあるかもしれないんですが非常にこう日経平均の組み入れの中でも、ね、一番人気の銘柄だったんじゃないかなというふうにも思いますしまたこの3ヶ月間の上昇ともやっぱりすごいですよねものすごい上昇を見せている銘柄の一つでまたまあ日経平均に採用されることによって機関、まあ、投資家含め非常にこう注目されることが多いんじゃないかなと思います、まあ、とはいえ PR は83.4倍ですからね、まあ、個人投資家がなかなか手の出るような金額の単価の株ではないんですけども、まあ、皆さんちょっと影響力持ちますので え注目をしてみてもいいのかなと思います続いてソシオネクスト見ていきたいと思いますこちらも3%を超える上昇ですね同じく日経平均株価への採用が決まっている銘柄になっています、まあ、その影響からか3%以上の上昇を2日間下げていましたけどもね、えー、そこからま反発の兆しを見せているという形かなと思います下の売買代金でもまここ数日の中では一番大きいですよねやっぱり需給的な買いっていうのは入っていたのかなというふうには思われますが、まあ、それに対して指数の中ではねやっぱり これを買うために、えー、他の銘柄が売られている部分もあったんですけども、まあ、それで今日プラスだったので、まあ、そこを考えますと結構プラスの勢いは今日強かったんだろうなというふうには思います続いて小林製薬見ていきましょう小林製薬も今日は反発をしております3.87%の上昇ということではありますが、まあ、株価上昇としてはねまだ限定的だなという印象はあります3月の25日に紅麹関連のニュースによってストップ安になりましたよね翌日反発狙いいいの買がが入っていましたが、まあ上日 下下下とても長く乱高下して一段下げて今日戻してきたという形です。まあ、この一連の動き、ご営業日見てもですね、まあ、安値県でずっと推移しているようにも見えますので、まあ、特段反発の兆しが見られると言い切れるわけでもないなと思います。今日の上昇に関しましまては14時頃から この一連の紅麹関連の話を、えー、社長が自ら会見を行っているということで、まあ、そこを交換したというか、まあ、ある程度材料が出尽くしになるという一服の反発狙いの買いが入っているのかなというふうに思いますが、まあ、先日上限もしてますのでこういった銘柄には注意が必要かなと個人的には感じます。 続いて、小糸製作所見ていきましょう。こちらはストップ高ですね。結構時価総額が大きい銘柄なんですけどもね。何があったのかを確認していきたいと思います。はい、こちらのニュースですね。高水準の自社株買いの発表による需給改善期待でということになっております。株主還元方針を発表していまして、24年から28年度、累計で2000億円以上の株主還元を目指すとしています。時価総額が7804億円に対して、4年間かかりますが200億円程度の株主還元を目指すという いうのはかなりインパクトを感じるんではないでしょうか。また、最近中継の発表で売られている目安としては？ 配当成功30%だと物足りないというところだったんですが40%以上を目安にした小糸製作所はストップ高になったということですよね、まあ、それはもちろん発行済み株式数の11.37%に当たる500円を上限とする自社株買いの発表もしてますから、まあ、その分も含めてではありますけれどもやっぱり30%じゃ足りないっていう、えー、そういうイメージがあったのかもしれません結果的にすごいことになりましたねチャート見ていきたいと思います小糸製作所 上はですねずっとこう下降トレンドをたどっていたんですよね200日移動平均線も下向きだったんですけども、まあ、ようやくちょっと戻しつつあってで今日はよらずのストップ高で日本の移動平均線の上に来たという形になっています、まあ、とはいえ株主還元で上がったものを業績的な評価ではねまだ変わらずちょっと割高な感じになっていきますので、まあ、そこをどう捉えていくのかっていうのは今後のポイントになるのかなと思います株主還元での買いから業績での評価に戻った時に株価が維持できるかとか今後のね株価どうう こう業績動向も含めて、ね、見て見いいく必要があるのかなというふうに感じました最後、住ン SBI ネット銀行をご紹介させてください。5.91%の上昇で改めてこう高値、上場来高値を取ってきた形になっております。でこの株をですね、ちょうど僕は個別銘柄をとことん分析するマガジンというノートの、ね、分析記事のアップロードで今日分析をしていたんですよね。で、まあわよくば25日線付近で買いたいなと思いながらね、ずっと見ていたんですけども、ぴょーんと言いまた行って、ね、<laughs> 高値を取って っってきてきししししまままたたとととといいいいうううここになななりりすすすすごく分析した結果、まあ、安定性ももありますし自己資本比率はは低いででけども、まあ、それは銀行んょがろからですね、まあ、かなり買いを検討はしている銘柄なんですけども非常に過熱感があるというか、まあ、スピード感があるというかモメンタムが強いという状態が続いております。ちょっと今後も注目しながら25日移動平均線付近では、うん、どうしようかなっていうのはまた改めて考えていきたいと思いますしもしよければこの、ね、記事を参考にしていただきたいなというふうには思っております。それでは指数の売買戦略を見ていきましょう。はいまず まず日経金株価から見ていきましょう上昇幅201.37円ということではありますがチャート上でそんなに変化があったというわけではないですねもともと転換線の上は維持できているという形でしたがご営業日で高値超えずに安値割れるという動きからまっ、あ、た反発はしてるけどもそこをちゃんと、ね、否定するような動きとはまだ言い切れないかなという形ですあれさえも50以上維持してますから、まあ、ひとまずこの水準を維持しつつ転換線を割れないように推移できるか高値超えられるかっていうのを来週チェックしていく必要がありそうです トピックスに関しましても同じですね。上昇率はこちらの方が大きいということではありますが、直近高値を超えたわけでもないが、転換線を割れたわけでもない、RSI が50を割れてはいないし、というところで、まだまだちょっと様子見を必要があるのかなというふうに感じました。 グロース250指数見ていきましょう。こちらはですね、いくつかいいサインが出ていますね。要線を持って転換線を超えてきた。地高スパン、これも終わり値と比較すれば、地高スパンも株価を超えている。これは買いサインとなりますし、RSI も50を超えてるんですよね。まあ、ひとまず雲のサポートも確認した形で、一段上に抜けてきたっていう形はありますので、来週以降ですね、少しでも良くなることを祈りたいですね。えどうなるのか,か見ていきたいと思います。アメリカ株もチェックしていきます。今夜は祝日となりますけども、 重要な経済指標の発表なんかもありますのでそれは明日の朝またねレポートしていきたいと思いますニューヨークダウ昨晩は0.12%との上昇となり終値ベースでは、えー、高値を更新してきた史上最高値を更新できているという形かと思いますが過熱感はまだないのでねちょっとまだ様子見が必要だと思います PC の結果を受けた、まあ、先物なんかは確認しておくといいと思います S&P500 もですね終値ベースでは確実に史上最高値を更新できているという形だと思いますがまだちっちゃい動きですので過熱感がある わけでもなく、ちょっと冷静に見る必要はありそうですよね。ナスタックに関しましては、陽線ではあるんですが、まあ、十字線っていう感じですかね？横ばい圏で史上最高値圏で動いているという感じです。ラッセル2000見て終わりましょう。こちらは陽線をつけて、改めて年初来高値更新できているという形でいいんではないでしょうか。上ヒゲがちょっと長いんですけども、もまあ、好調であるということは確認取れております。はい、ということで、今日は年初から7176円ということで、まあよく3ヶ月間しっかりと上がりましたね。史上最高。値を 超えまた4万円を超え4万1000を超える場面も見せえー、ここから期末変わってどうか動いていくのかまた引き続きほぼ日でやっていきたいと思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますそれでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことも分析するマガジンですが今日もお知らせした通りスミシン SBI ネット銀行の記事を今日の日中にアップロードしておりますのでもし気になる方いらっしゃいましたらこの使い方も解説してますからねよかったらチェックしてみていただきたいなというふうに思いますまた私の書籍が持続ファイヤー7月にオーディブルになる予定があります。 まだだいぶ先なんですけどもよかったら予約注文可能ですのでよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた来週以降もこのような形で夕方5時目標で更新をしていきます来週も切っていただける方はほぼ日日本株サポチャンネルチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますそれではまた来週テクニカル分析でお会いしましょうさようなら